I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you when I've had enough of your beauty. こんにちは。本日はこちら新世代の新しい譜面台クラフトギークミュージックスタンドをご提供いただきました。本日はこの新世代の譜面台を開封レビューしていきたいと思います。僕が YouTube を始めてからようやく初めての音楽関係の、案件になるんですけれども、今回ご依頼いただきましたクラフトギークさんなんですけれども、拠点は、カリフォルニアの会社でして、もともとは、携帯、まあスマホ用のね三脚とか、あとはプロジェクターの三脚とか、そういったものを、作ってる会社なんですけれども、その会社が、音楽用のミュージックスタンドっていうことで、もともと譜面台を作ってる会社が、作ったものではなくて、三脚を、作ってた会社が作った譜面台ということで、今回商品紹介のご依頼をいただいた時にめちゃめちゃ面白そうだなということでご提供いただきました。この動画の冒頭にはおそらく、イメージ動画みたいなのをね、差し込んでると思うんですけども、非常に面白い形をしております。まあ話したばっかりもなんなんで、早速開封していきたいと思います。はい、ということで早速開封していきたいと思います。先ほど僕が持っておりましたこちらが譜面台になるんですけれども、このクラフトギークの譜面台っていうのは、オプションで購入することができるんですけれども、スマートフォン用の、あとタブレットも使える、マウント、そして譜面台用のライトっていうのも、作っております。で、この譜面台とマウントと、あとは、ライトが全部入るクラフトギーク専用のケースっていうのも、あります。ではまず譜面台から開けていきたいと思います。ちょっとあらかじめ先に、テープだけ切ってあります。買った。おー、やっぱなんか新しい譜面台っていう感じがしますね。なんか開けてる感じも、なんか譜面台開けてる感じはしないですね。なんかそれこそガジェットのなんか商品開けてるみたいな感じ。クイックスタートガイドっていうことで、こんな感じで譜面台の立て方がなんかこう半紙みたいな説明書みたいのに載ってます。こちらが譜面台と。あー、思った以上になんか重さはまあまあありますね。後でちょっと重さ測ってみたいと思います。で、説明書、こちら一応日本語にも対応しております。では続きまして、タブレット、スマホ用のマウントとライトも開封していきたいと思います。はいはいはい。なんかこれはザ・スマホホルダーっていう感じですね。やっぱ作りが、もともとクラフトギークさんって譜面台の会社というよりかはね、三脚とかの会社なので、やっぱこのスマホホルダーの作りはめちゃめちゃいいですね。で、この後ろの、バネを押し込みながら開くことで、あーなるほど、タブレットの大きさでも挟めると。次、ライト開けていきます。おー、やっぱなんか開けた感じがですね、なんか音楽関係のもの買った感じとまた違うんですよね。なんかカメラ用品とかそういう感じですね。わー、すごい。おー、あ、こういう感じに開くんだ。はい、そして最後にこのクラフトギークの譜面台用のケースになります。で、このケースすごい、いいところがですね、これさっき開けちゃってたんですけれども、こんな感じにですね、部屋が4つに分かれてるんですよ。この細長いところが要は譜面台入るスペースになってるんですけれども、あとの3部屋を自由に使えるんですね。なので、このスマホホルダーをこんな感じに入れといて、あ、これ分解できるかな、あ、いけるいける、こんな感じに分解して入れちゃって、で、ライトもここに入る。おお、そしたらあともう一個部屋空いてるから、それこそがサックスだったね、リード入れたりとか、あとはスマホぐらいは余裕で入るぐらいのサイズなので、モバイルバッテリーとか入れるの良さそうだな。結構便利ですね。なんかさっきから同じことばっかり言っちゃってますけど、やっぱ楽器用品っていうよりかはなんかカメラ
グッズ、カメラのアクセサリー的な感じがすごいしますね。あー、なんか作りいいわ。はい、またまた画角を変えまして、実際にちょっとクイックスタートガイドを見ながら、譜面台を組み立てていきたいと思います。まずこれを開いて、あ、なんかでかいな、開くと。で、そしたらここの下の部分を、あ、これすげえわ。これ譜面台の下の部分なんですけれども、ここの部分、下の部分をねじるとカチャって、おお、開いて、で戻すとキュッと固まる、まあ、ちょっと押さえないといけない、こういう感じで固まると。あ、すげえ、おお、最新ですね。これで開いていくと、あー、すげえな。で、そのまんまこれを上に上げていくと。あ、なるほど。あー、これようできてるわ。この譜面台の大きな特徴なんですけれども、この支柱の部分にこう、高さ調整のネジが全くついてないんですよね。で、この力具合というのはね、なかなか伝わらないと思うんですけれども、結構固めに作られてるので、ちょっとやそっとの譜面の重さぐらいじゃ沈まないっていう感じがしますね。後で実際ちょっと重り使って何キロぐらい耐えられるのかちょっと見てみたいと思います。ちょっとあまりにも感動したので、この譜面を立てる部分だけちょっと見ていただきたいんですけども、この下の部分がこんな感じで開いて、上の部分もガチッと開くと。そしたらこの下の部分がこんな感じにこう開くと。で、さらにこの真ん中の部分がガツッと開くと。はい、今 A4 の5センチを置いてるんですけれども、こんな感じの見栄えになります。で、マックス2枚まで置けるかな、まあ、3枚もまあいけなくはないけれども、このね、クリップを使うってなると2枚までになるのかなという感じです。この両脇についてるクリップなんですけれども、透明でできてるので譜面が見えたまましっかりと、ホールドしてくれると。で、さらにこのクリップの裏側はゴムでできてるので、結構力かけないと飛んでいかないので、ホールド力は結構強めになってます。 A4 の譜面の場合ですと、上の部分は結構余ってるので、ここは広げなくてもいいかなっていう感じですね。ちょっとこう折りたたんでいいのかな、すいません、ちょっと後で気づいたんですけれども、この一番上のバーなんですけれども、上下に上下移動することができます。なので、さっきね、一番上の状態で、組み立ててましたので、 A4 の譜面使った時に使えないじゃんと思ってたんですけれども、下まで持ってこれますので、この譜面の支えっていうのは問題なく安定して使えました。次にちょっとアクセサリーを見ていくんですけれども、このライトなんですが、開いたところにですね、こう、三脚穴、取り付け用のね、穴と、ここに小さくネジ穴があるんですけれども、はい、こんな感じに単三電池が計3本入るような作りになってます。はい、ということでちょっと電池を入れてみました。これで締めて、で、スイッチがこんな感じであるんですけれども、丸で書いてあるところは、オフで、ちょっとこれ明るさも来てるんですけれども、1、2って書いてあって、光の強さを調整することができます。またスイッチの反対側には、USB-C の給電ポートがあるので、給電しながらライトをつけることができると。はい、ということでライトも取り付けてみました。今ライトついてない状態なんですけれども、1段階、2段階でこんな感じで明るくすることができます。で、今いろいろちょっと、向こうの方に照明がついちゃってるので一回全部消しましょうか。はい、今譜面台側の方には、ライトがついてない状態なんですけども、このままつけてみます。ポチッと。で、1段階目。で、2段階目。あー、こう見ると結構明るいですね。こんな感じの光の当たり方になります。で、このライトなんですけれども、向きの角度、こういう形で調整することができなくて、もう角度は固定になってますね。そうしましたら次はスマホホルダーにスマホをちょっと置いてみたいと思います。はい、こんな感じにちょっとスマホホルダーのサイズを変えてみると、縦置きも全然いけますね。最近ってチューナーとかメトロノームって、もう専用のね、デバイスを使うよりもスマホで結構完結しちゃうことが多いので、スマホでね、練習しちゃってる方多いと思うんですけれども、そういう方にとってはすごい便利なのかなって思います。続きまして、 iPad Pro、10インチだったかな、11インチだったかな、ちょっとつけてみます。はい、タブレットはこんな感じになります。このスマホタブレット、ホルダー
たマウントなんですけれども、なんかそこら辺の安いやつとは違って結構やっぱいい、マウントになってるので非常に安定感がありますね。なんかすぐバキッと折れて壊れるっていう心配はなさそうです。はい、オプションはこんな感じになります。で、最後ちょっとこれぜひ見てもらいたいんですけれども、この、クラフトギークの、譜面台めっちゃ伸びるんですよ。よいしょ。僕の身長は168なので、全然ね、身長は低いんですけれども、僕の身長でこれぐらいの高さあるんですよ。僕の身長ちょっと超えてるぐらいのところに譜面台のてっぺんが来るので、かなり高くすることができます。はい、ちょっと見えにくいんですけれども、こちら側が、市販の普段の譜面台の高さ、マックスの高さになるんですけれども、こちらがクラフトギークの譜面台、マックスまで行くとここまでの高さになります。はい、ということでざっくりではありますが、開封から組み立てまでちょっと一連行ってまいりました。それではここから 1,2 週間ほどちょっとこの、譜面台を実際お仕事で使っていきながら使用感っていうのをまた後日レビューしていこうかなと思います。それではまた後日。はい、ということでクラフトギークの譜面台を使ってだいたい2週間弱ぐらい、経ったんですけれども、使っていて良、かったところ、惜しかった点など、見えてきましたので、そういったところをレビューしていきたいなと思います。まず全体的な総評なんですけれども、このクラフトギークの譜面台というのはめちゃめちゃ良かったです。何が良かったかというと、拡張性の広さっていうところが、僕の中ではすごい良かったなっていうふうに、思っております。僕が今まで使っていた、譜面台っていうのはこちら、僕がですね、もうこれ以上いい譜面台ないんじゃないかっていうぐらい、愛用してた、ものなんですけれども、これはウィットナーっていうところの、ドイツの、譜面台なんですけれども、これは今5000円ぐらいなのかなの、譜面台ですね。何がいいかっていうと、この譜面台、全て金属でできているので非常に壊れにくい、スチール製でできている。で、なおかつこの譜面台がですね、さっき重さ測ったんですけれども、重さが 992g で、畳んだ時がですね、これ35センチなんですよ。なのでコンパクトでありながら、なるべく軽く丈夫な譜面台、まあ普通のね譜面台なんですけれども、そういったところが非常に気に入ってて、僕かれこれもう15年使ってるのかな、非常にお気に入りな、譜面台なんですけれども、まあそこと比較して、この、クラフトギークの譜面台っていうのは、長さがですね、ちょっと今測ってないので、こちらに数字出しておきます。で、単体の重さ、このオプションとかもつけない、重さがですね1189g ということで、だいたい200g ぐらいか、この今まで使ってた譜面台よりも重いんですね。なので単なる数字だけで見た場合っていうのは、携帯性に関しては、今までの譜面台の方がいいのかなとは思うんですけれども、それを超えてくる、拡張性の良さっていうのはこのクラフトギークにはあったのかなっていうふうに、思いました。まず使ってて良かったなと思うところから一個一個お話ししていきたいなと思います。まずですね、この透明なクリップ、これが強烈に良、かったですね。最初開封のところでもお話ししたと思うんですけれども、この透明なプラスチックの後ろにこれ、ゴムのシートみたいなのが、敷いてある状態なので、こう挟んだ時に滑っていくっていうことがないんですよね。例えば野外で演奏した時のね、落下防止とかそういった側面もあると思うんですけれども、こういった本のタイプのね譜面を使ってる時に本領発揮するのかなって思います。例えばですね、こんな感じ、ジャズスタンダードバイブルっていう、これ黒本って言われるんですけれども、こういった分厚い本とかって譜面を置いたりするとこう、わかりますかね、ちょっとこのページが盛り上がってきて、で、もうこれずいぶん使い古しの譜面なんですけれども、新しい譜面だとこんな感じでペラ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 こうめくれてきちゃうんですよね。で、そういった時にクリップがうまいことまとめてくれます。今、本の譜面を2冊分こう挟んでる状態なので、厚さとしては、1.5 センチぐらいあるんですけれども、問題なくこう使えるといった感じになります。そして譜面は本、紙のタイプだけではなく、タブレットもちょっと僕使用してみました。こんな感じに、以前のちょっとリハーサルの様子をちょっと写真でパシャって撮っといたんですけれども、このクラフトギークの、譜面台って、この譜面を置くところにゴムのシートが貼ってあるんですよね。で、これが結構良くて、譜面もずれ落ちにくいし、何かね、タブレットとか使った時にも、結構タブレットってやっぱ金属とかでできてるので、まあプラスチックとかね、滑りやすいんですよ。で、滑って落として割れちゃうっていう、僕昔あったんですけれども、そういった心配がないっていうのが非常にいいところかなと思います。そしてこのスマートフォン、タブレットのホルダー、これもめちゃめちゃ良かったです。なんていうかな、
これって大したね技術っていうわけではないんですけれども、なんか譜面台にスマホタブレットをこうホールドしとけるっていうこの便利さが非常に良かったです。で、今って楽器の練習をするときっていうのは、例えば録音したりだったりとか、伴奏を聞きながら、チューナーを目で見ながら、メトロノームを見ながらっていう形で、何かねデバイスを使ったり、まあ、それこそスマホを使ったりしながら練習することって多いと思うんですよ。そういったときにですね、このスマートフォンってこんな感じに譜面に立てかけたりすることあるんですけれども、このスペース見えなくなっちゃうので、例えば2枚とか3枚でねできてる譜面を見たりするときっていうのは、スマートフォンはまず置けなくなってしまうんですよね。でさらに、今置いてあるような、厚手の本、置いたりするときっていうのは、この置くスペースっていうのがなくなってしまうんですよね。そこでこの、スマホタブレットホルダー、譜面台ってなんかそんな、全国民が使ってるものでもないから、そんなにこう著しい進化っていうのは今までなかったのかなっていうふうに僕思うんですけれども、今まで譜面台を作ってた会社ではなく、他のね製品を作ってた会社さんだからこそできる、なんていうかな、アイディアなのかなっていう、思うんですけれども、このクラフトギークの譜面台全体的に言えるところが、なんていうかな、こういうの欲しいな、ああいうの欲しかったなっていうところが大体こう盛り込まれてる、ここがもう革新的ですっていう、あのクラフトギークといえばここっていうのはそんなにないんですよ。もちろんね製品の綺麗な形とかかっこよさとかってありますけれども、そこっていうよりかは、あそこ欲しかったな、ここ欲しかったなっていうのをこうまんべんなく、満たしてくれるっていうところが非常にいいのかなと思います。で、この、クラフトギークの、拡張性の良さっていうのがこの三脚穴なんですよね。この三脚穴のメスがここと、あと譜面の上この辺りにくっついてるんですけれども、これ三脚ネジの、オスがあれば何でもつけられるんですよね。例えばこんな感じに上の方にスマートフォンを固定することもできます。今は、クラフトギークのスマホマウントを載せてる状態なんですけれども、三脚ネジっていうのは非常にこう、まあ、汎用性がもちろんある、もともとカメラで使われているようなものなので、例えばここに GoPro みたいなものを載せて演奏してる、自分の正面の顔を、こう撮ったりとかっていうこともできますよね。ちょっとそれに続いてですね、このクラフトギークの譜面台のデメリットでもあり、それを補える拡張性っていうのをちょっと紹介したいなと思うんですけども、この譜面台、皆さんこうパーッと見てなんか気づくところありますかね。この、クラフトギークの譜面台っていうのはネジっていうのが結構少ないんですよ。でこの譜面台のこの角度を調整するところにネジがついてるんですけれども、このつまみっていうのも非常にこうなんかちっちゃいつまみになってまして、これ金管楽器吹かれる方っていうのは結構大事かなと思うんですけど、何か物を引っ掛けときたいんですね。金管楽器を吹かれてる方っていうのは管の中に唾が溜まるので、それを拭き取るための雑巾っていうのを大体ね、あの各々持ってるんですけども、その雑巾って大体この譜面台に引っ掛けて置いたりするんですよね。引っ掛けてちょっと乾かしながら使ってるみたいな感じなんですけれども、このクラフトギークの譜面台にはそういったものはないんですよね。引っ掛けるスペースっていうのがありませんので、ここがこの譜面台のデメリットではあるんですけれども、この、クラフトギークっていうのは拡張性があるんですよ。はい、三脚ネジフックで、Amazon でちょっと検索かけたらこんなものが出てきました。フックを取り付けることができるので、そこに、雑巾をかけとくとか、そういったこともできるんですよね。そんな感じにですね、このクラフトギークの譜面台っていうのは、あれが欲しい、これが欲しいっていうところを割とこう、追加しやすい、カスタマイズ性のあるものなので、そういった不満っていうのは結構こう解消しやすいのかなって思います。昔からある譜面台っていうのはそういった三脚穴、三脚ネジなどの互換性とかっていうのはなかったりするので、例えばじゃあライトをつけたいってなっても、それをクリップで止めるっていうことぐらいしかできないわけですよね。ましてやこの譜面台にカメラを置きたいっていうのもなかなか難しいと思うんですけれども、このクラフトギークの場合だったら、例えば上の、このライトの部分を外してあげて、三脚ネジをうまく使って、カメラを乗せたりっていうことも容易にできるわけですね。といった感じになんかデメリットに見えて、なんかこうメリットを伝えたような感じで、ちょっとねフックがないっていうところをお話ししたんですけれども、もう一個、このクラフトギークの譜面台のデメリット、大きなところがあります。はい、こちら今僕が、乗っけてた譜面なんですけれども、これちょうど A4 サイズの、譜面になるんですね。で開くと、まあ、A4 が2枚分っていう形になるんですけれども、はい、こちら、これまた別の、サックスの、楽譜なんですけれども、これよく楽譜あるあるで A4 サイズを超えたちょっと大きめの譜面が使われるっていうことはよくあります。で
この譜面を乗っけるとですね、はい、わかりますでしょうか。これちょっと上の方がたわんでますよね。これクリップの部分は最大限伸ばしてるんですけれども、このクリップの伸びがちょっと足りなくてちょっとたわんじゃってるんですね。このクラフトギークの欠点としては、 A4 サイズ2枚を超えた幅の譜面を使われる場合っていうのは、このようにちょっとたわんだような形になってしまうんですよね。これに関してはこのクリップが非常に便利っていうところもあって、ちょっと残念かなっていうふうに感じました。とこんな感じですかね。僕の中でちょっと不満に思ったところは、まあ、このフックがないっていうところと、あと譜面の幅、ちょっと大きい譜面にはあんまり対応してないのかなっていう2点ぐらいでしたかね。あと最後にですね、この譜面台、長さ調整するこの支柱ですね、ここにネジがついてないんですよ。なので、力でグッて押し込むと沈んでいくんですけれども、どれぐらいの重さ耐えられるのかちょっと見てみましょうか。はい、ということでたまたま可変式のダンベルがうちにありましたので、この譜面台どれぐらいの重さ耐えられるのか見てみたいなと思います。ただこれ皆さん絶対真似しないでください。今回はね、ご提供いただいてるっていうことで、まあ人柱として、ちょっとダンベルを乗せていきますので、壊れる可能性がありますので、皆さんはぜひ真似しないようによろしくお願いします。まず一番軽いこれ 2.5 キロなんですけれども、これは全然余裕で乗せられますね。2リットルのペットボトル1本分だったら全然いけるっていうことで、次 3.5 キロです。ああ、なるほど。はい、ということで 3.5 キロのダンベルでようやくちょっとずつなんか沈んでいくっていう感じがありましたね。ですのでおそらく3キロ前後だったらなんとか重さはいけるのかなといった感じです。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日はクラフトギークさんより次世代の譜面台をご提供いただきましたので、レビューさせていただきました。この譜面台、先ほどもお話ししましたが、非常に拡張性があるので、いろいろ自分好みに改造できるっていうところがいいですよね。で、最後にですね、こういった商品紹介した時って、リンクからいろいろ見てみてくださいっていうふうにお話しすると思うんですけども、ちょっと大事なところをお話しさせてください。この譜面台ですね、日本の Amazon でも売られてるんですけども、めっちゃ高いんですよ。こんな感じに、日本の Amazon の場合だと、クラフトギークの譜面台、これオプションなしですよ。オプションなしの状態で、これ、38,157円、もう高すぎでしょ。で、白の譜面台になるとこちらが 23,357円ということで、非常に高い値段になってしまってるんですけれども、このクラフトギークの譜面台っていうのは一番安く買える方法としては、Amazon とかのサイトではなく、クラフトギークさんのオンラインストアで買われるのが一番、お安いと思います。僕の動画の概要欄にリンクを貼り付けさせていただいております。で、このリンクなんですけれども、まあ、よくあるね、クーポンコード入力してっていうので、僕もクーポンコードいただいてるんですけれども、概要欄にある URL から商品を選んでいただきますと、自動的にクーポンコードを適用した状態で、割引を受けることができます。 Amazon で見ると黒の譜面台は 38,000円になってるんですけれども、こちらクラフトギークさんのオンラインストアだと 15,000円が 12,000円になってて、でさらにここで、カートを見てみますと、僕の、クーポンコードっていうのが適用されてて、お会計としてはこんな感じ。合計の金額が12,85円で、送料無料で、使うことができます。そして今回紹介しましたクラフトギークさんのこの譜面台用のライト、あとスマホのホルダーと、全部を入れるための、バッグを含んだ、コンサートコンボっていうセットがあるんですね。こちらですと元々の値段が 25,500円から、割引が入って 19,500円で、僕のコードが入った状態で、お会計に入ると配送料無料で 16,600円ということで、日本の Amazon で買ってしまうと譜面台だけしかないんですよ。バッグとかこのライトとかもついてない単品でしかないのに、倍以上の値段がかかってしまいますので、ぜひ気になる方は動画概要欄の、リンクから見ていただけたらなと思います。とりあえずこのクラフトギークの譜面台を買われる際には、絶対 Amazon など経由で買われるのではなく、クラフトギークのオンラインサイトからぜひ買ってください。で、なおかつ、クーポンコードも入力してあげますと、一番多分安い価格で、送料無料で買うことができますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Our love is typical.